こんにちは、こんばんは、おはよう、です。で、今回ですね、話す内容は、婚活パーティー、ね、皆さん、どこ行こうかなとかいろいろ迷われてると思うんですけども、ある方もね、コメント欄の方でやっぱり言ってるように、PTPT っていう業者が、一人勝ち、ですね、今のところ。集客の方もやっぱりそちらの方が集客人数多いし、でもうね、婚活パーティーの費用ね、女性の費用って無料だとか500円が、当たり前のように横行してたわけじゃないですか。だけどその PTPT の方はちゃんと女性も2000円3000円払うんですよ。会場によってちょっと金額がね違ったりするんだけれども、でそうなってくるとある程度のやっぱり稼ぎが、ある方、そして自分に自信がある方がその PTPT の方には行くわけなんですね。で、ほとんどね、稼ぎがない方だとか、まともに働いてない方とかがそちらの方へ、無料だとかワンコインだとかっていうパーティーの方に参加してしまう。だからもうそこへ常連の女性しかいなくなっちゃってるわけで、そこへわざわざ高い金を払ってね、4000、5000円とかね、払って行く価値がないわけです。だからそういった女性無料とかワンコインのパーティーというのが今実は人数全然集められてない、集客ができてないという現状が、ね、起きてるんです。これはね、だいぶ前から起きてたんですよ。自分も池袋で、初めて 都内参戦だっつって動画を上げた時に5対4だったのかな、女の人が5で男が4人だったりとかで、都内だよ、東京都内でそのありさまだから、下手したら埼玉の北部よりも全然集まってねみたいな感じなわけですよ。一時期埼玉の北部もひどい時ありましたけどね、4対4とかね、3対2だとかっていうひどいところもあったそうなんですけども、それに似たり寄ったりみたいな今状況になっていて、じゃあ何が起きてるのというと、単純にやっぱり集客とかコロナの影響もあったりとか、あとはやっぱりオンライン系で相談所みたいなのをやったりしてるんですけど、そこが振るわなかったりというところがありまして、でなんとですね、ために株式会社っていう、もうこれニュースに載っちゃってるんで言っちゃってもいいと思うんですけど、元パートナーエージェント、こちらの方が馴染みあるからみんなパートナーエージェントっていう、婚活業者がいるわけですよ。母体はよく分かんないんだけど、で上場してたわけですよ、マザースの方でね、東証一部とかじゃなくてマザースの方で上場してたんですけども、でも婚活業者で上場してるとかってめちゃくちゃだよね、よくやってたよねっていう今までね。でそれが債務超過になったわけですよ。で2021年の4月1日からだから3月の決算の時に債務超過ですよってなって、でそこから2023年の3月31日まで、2年間執行猶予が出まして、その執行猶予って何なのって言ったら上場廃止になるわけですね。上場廃止ですね、廃止になる期間、この中で、その2年間の中で債務超過を解消しないと上場廃止になるわけですね。上場廃止になるとどうなるのかというと、やっぱり、ね、株価暴落もするし、みんな売上が結局のところだから利益が出てないわけですから、倒産とかね、廃業になってくるという可能性も強くなってくると。だから株持ってる人ただの紙切れになっちゃうわけですよね。もうえらいことですよね。だから何が言いたいかって言ったら、それ関係ねえじゃんとか思う方もいるんですけど、いやだからそれだけ人が集まってない、売り上げが全然確保できてないっていう。で上場してるのはこの会社ぐらいなのかね、ちょっとよくわかんないんですけども、じゃあ負債額はどれぐらいなのかというと、決算期において3億9900万円3億ですよ、3億9900万円の債務超過に陥ったわけですよ。約4億ですよ。4億ですよ。大事なことだから2回言ったけどね。4億円ですよ。で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴って、婚
結婚相談所の新規入会者が減少したほか、あの婚活パーティー開催の数がやっぱり減ったわけじゃないですか。で実際に参加する人数も大幅に、まあ、減少したわけですよ、まあ、過去、ね、10人とか集まったのが今4対4だとか3対3だとかっていう、まあ、悲惨な状況になっているんですね。だけどじゃあ PTPT の方はあの順調なわけじゃないですか。じゃあ何が違うかって言ったら、その無料とかワンコインで来れる、気軽に来れるようなその、まあ、飯目的とか、もう何て言うのかな、フラチナね、この思いでね参加してっていうか、もう人数集めだけで来てるような女性はあの入れないとこなので、だから男性もどうせ金払うんだったらそっち行こうってなっちゃってるのがまず一つ言えるわけですね。でだからそういう無料とかワンコインのところしか行かない女性っていうのはまともに稼いでないわけですよ。もう派遣なんだけど、もう登録してるだけで無職だったり生活保護を受けてたりとか、あとはそういった、まあ、飯目坂下チリコニの、ね、女の人みたいにとりあえずカップルになるんだけど、カップリングになって多分婚活業者の方から桜として呼ばれてて、でタダで帰るのも嫌だからとりあえず飯カップリングになって飯をおごってもらって高いね、なるべくちょっと高めの店へ行って、多分ファミレスとか誘ったらお断りしてくるだろうからっていうね、あの、まあ、そういった方向に出ちゃってて、そんな人間と出会うんであれば、あのもう PTPT のようにちょっと参加資格がね、男のハードルが高いわけよ。そこはちょっとネックになってくるんだけど、まあ、そこを無理して、まあ、俺みたいに参加すると、まあ、2回ほど参加しましたけど、あのほとんど目も当てられない状況になるわけですよ。あの低スペックのやつがなんか紛れ込んできてるみたいな、そういう感じで見られてしまいますん でなぜなら、まあ、そういうところへ来ている女性、ある程度稼ぎもあって、もう年収600万から800万の女性いますからね。でそういう方ばっかりなので、そこへ低スペックの500万円以下とかが来ると、まあ、あの大体600万以上とか550万以上のパーティーで1000万以上っていうのもありますけども、多いので、そう考えればそりゃそうだよねみたいなね、あの600万以下のやつがなんか400万ぐらいのやつがうろうろしてたら、あの何しに来たんだこいつはっていうのはまず第一印象になるわけですよ。だからいい印象があまりつかないというところもあったりするんですけども、だからまずそういうパーティーをじゃあ一人勝ちじゃん、じゃあそこ参加すりゃいいじゃんっつっても、できる、そういう参加、あの参加資格がハードルがあのバカ高すぎて、あの参加できないというね、みんながみんな参加できないという状況に陥ってるわけですよ。でそこで無理に参加したところで、結果的に目利きの銀次みたいな女性たちがいっぱいいるわけじゃないですか。だって自分もなるなんかこう上のスペックなわけで、もう見慣れてるんですよ。高スペックの男の人が来るから、結局年収600万以上の男をゴロゴロ見てるわけですよ。だから目も慣れちゃってて、そしてそういった男の人たちからいいねを必ずもらったりするから、私イケてるねみたいな、でその勘違いがでも余計にあのその女性たちを磨きかけて、あのそこのね、あの底辺の、婚活パーティーに参加している参加女性の女性よりもやっぱりおしゃれだったりとか、身なりもねしっかりしてたりね、この着るものとかもしっかりしてて、清潔感も、まあ、そういったところよりも全然高いわけですよ。だってそんな無料のところに来る人って化粧品とか全然金かけてないでしょ、ほとんど多分ねあくまでもそれ俺の感想だけどね、今まで見てきた感想なんですけども、まあ適当が多いよねって、白髪まみれだったりとか、もう髪の毛伸び放題だったりね、傷んでたりとかっていう方もいらっしゃるん でその服どこで買ったんだってぐらいクソダサい服を着てる方もいらっしゃったりはするんで、うーんっていうところで、だから最近そういうとこ行かなくなってるんですよ。だから躊躇してるところですね。でまあハイスペック行ったら行ったで、でもね、あの素晴らしいね、素敵な女性ばっかりで、そんな方が俺を相手にしてくれるわけがないというところもあったりするわけですよ。まあね、一応ねそう言っとかないとまずいからね、一応ね形上ね。だからなんていうかね、この一丁言ったんであるんですが、話がそれましたけども、その債務超過で3億9900万円の債務超過を、要は2年後の今度の決算の時までにあの解消できないと上場廃止になるんですね。まあそうなってくるともう転落は早いですから、結果的にあの民事再生法適用みたいな形で、ああもう倒産ですねみたいな形になるんですね。まあここの従業員の方とか大変でしょうね今年冬ボーナス出たんかな、あの婚活業者とか結婚相談所で働いてる方もしいらっしゃったら、あのボーナスちゃんと出たのか、あの
教えてください。結婚相談所儲かるんでしょ。儲かるでしょ。なんか経営者はなんか1000万とか年収1000万とかね、やってた、動画ばっかりやってる、2人組の女性の、ね、結婚相談所の動画やってるけど、まあ、調子こいって今、ね、ずっと支持されてて、多分1本あたり、まあ、1万5000から2万円の動画で売り上げ収益上げたりすると思うんで、あ、そこまでいかねえか、1万ぐらいかな。で、それをほら、20本上げれば20万なわけじゃないですか。で、まあ、プラスアルファ過去の動画とかを加味したとして、25万から30万ぐらいの毎月、まあ、収益が、まあ、出てるかもしれませんね。でそっちの方がまあ多少楽になってきちゃったけど、まだまだ全然ダメじゃんっていうね。なんかまあその方たち年収1000万超えていますよみたいなことでね、過去の動画で言ってましたけども、いやもうね、まあ、今のうちですよ、そんなのに言ってられるのはね。だんだんこの結婚の婚活人口も少なくなりますから。でパウラチャンネルみたいなね、チャンネルのおかげで結婚しようと思う男性陣がまず減ってきてますからね。実際にもう結婚するメリットがもう見当たらないっていうねことをもう若い方も言ってるんで、もうそろそろねオワコンになってくるのかなっていうところですね。まあ実際に、ね、こうやってパートナーエージェントね、旧パートナーエージェントの方がまあ債務超過に陥ってるというね、まあ一婚活業者ですけども、だからそれ以下のところはもっと集客力低い業者のところが もっと厳しいんじゃねえかなと。もう風前の灯火だよね本当にいつ潰れてもおかしくないみたいな、まあ、そういうところで働いてる方いたら今のうち転職した方がいいんじゃねえかなというふうに思います。あくまでも個人的な意見ですけどね。もう俺だったら転職するねっていうか、そういう商売やらない、基本的にそこで社員になるとかね。だって絶対儲かんねえじゃん、そんなの。在庫抱えてないけど、いい時はいいけど、ほら、このコロナの影響ね、おかげで、もうどん底に落ちたわけじゃないですか。もう集客もね、できてないし、ね、結婚相談所のこのね、登録者も、新規登録者もいないわけじゃないですか。結構高いんですよ、あれ、ネットもね、バカ高いんですよ、計算すると、ちゃんと見るとね。で、こんな状況だから結婚式も挙げられないわけで、そんなにね、今、急いで結婚する時期じゃ、なんか婚活する時期じゃねえなみたいな人もいるわけじゃないですか。で実際に某相談所の方である女性が何件かね電話が入って、そのコロナだからもう婚活一時休止しますみたいな連絡を入れてる方も何人かいましたんで、まあ、それがまあ如実に今現れてきてるのかなというところですね。まあ残念な業界ですからね、もともとねそんなにうまみのあるもんじゃねえんだろうからあれですけども、まあなんか普通のね、地味な工業製品作ってる俺の会社の方がまだ全然ボーナス出てんじゃんみたいなところがあるんですけども、まあ、非常に飯馬な状況ですよね、まあ、このね上場廃止みたいな2年間でこんな約4億円なんかどうやって解消すんのみたいなねすごいよねこれね。もうゴーンみたいなやつが来てやるしかないけど、そんなね そこまで注目される業界じゃないので、ね、日本人の結婚事情とか婚活業界なんてどうでもいい話ですからね。何のクソの役にも立たないような状況ですから、はい、まあね、まあ散々ディスるのはここまでにしといてですね、まあ何せよね、一番、まあ、一人勝ちのしてるパーティーに参加するのが一番無難だと思いますが、その代わり女性の目利きが非常に厳しいので、厳しい戦いになると思いますんで、まあそれなりのスペックと身長だとか、ね、あとかっこよさを持ってればそういうところで戦えると思いますんで、ぜひね頑張っていただいて、ぜひ報告してくださいね。皆さんも今こういう状況だよと、こういうパーティーってこんな目に遭ってきたよっていうのも大歓迎なんでね、ぜひですね書いていただいて、皆さんね掲示板はいがみ合うところではないので、報告をし合うという掲示板にしたいと思ってますんで、でそこから有益な情報、リアルタイムの情報を、まあ、取っていただけたらいいかなと。それ自分の必要な情報だけね取っていただいて、役に立てていけたらいいかなというふうに思っております。それでは、今回ちょっとねそういった悲しいお話もしましたけども、皆さん明るく笑顔で毎日頑張っていきましょう。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。